臨時国会は今日閉会します。過去最大規模の今年度の補正予算は成立する一方、批判の強い文書通信交通滞在費の見直しは先送りとなりました。今国会の総括を篠原官邸キャップに伝えてもらいます。はい。いわゆる文書交通費の見直しが先送りとなったことで、国民の不託に応えるというこの国会に求められる大きな役割に疑問符がついたと言えそうです。 国会議員に毎月100万円、非課税で支給される文書交通費をめぐっては、日割り支給や使い道の公開義務化などの見直しが先送りとなりました。一般企業であれば、必要経費に使い道を記した領収書を付けるのは当然でありまして、こうした見直しにすら結論を出せない国会の在り方は、国民に少なからぬ失望感を与えたと言わざるを得ません。 一方、この国会の最重要課題である一般会計の総額が過去最大の35兆9800億円余りの今年度の補正予算はきのう成立しましたただ、18歳以下の10万円支給の方法をめぐっては岸田総理大臣の方針が二転三転したほか石原信晃内閣官房参与の人事でも混乱があり一国の総理が決めた方針があまりに簡単にぶれるそういった批判的な声も出始めています。 岸田総理は今夜、国会閉会に伴って今夜、記者会見を行います。以上中継でした